みんな見て、水タイプポッチャマって可愛いね。これみんなそれぞれの絵描いてるんだよね。上に草タイプもいたね。草タイプなんだと思う？ウソッキーだね。可愛いね。で、炎タイプの方もいたんだよね。炎タイプなんだと思う？あ、松岡修造ね、炎タイプは。で、スプラトゥーンって色彩サポートみたいのがあって、見づらい色を見やすくしてくれるよみたいな、そういうあったかいモードがあるんだよね。私オフなんだけど、一回オンにしてやってみようか。さあ、来たね、みんな。これが色彩サポートの力を見せたいと思います、皆さん。私ちなみに炎にしたね。炎、草、水。この3つから選ぶんだよね。で、相手が水だね。さあ、やって、おー、なんか右下にマーク書いてる。やってこうか、私。私今回この武器にしたね。この長い武器。さあ、やってこう。このね、水色になるんだよね、色彩サポートにすると。しなかったら赤かな。赤っていうかオレンジっぽい色。激見づら。で、相手が青なんだよね。この、これ多分上にいるな。いるよね、私。しっかり分かってた。いや、これいいね。しっかりインク回復させておいて。うわ、これ次のフェス、あれとかになったらどうする？緑、黄緑、濃い緑みたいな。本当の緑を見つけてんねみたいな。なんか恋人になってるね。本当の私を見つけてんねみたいな感じになってるんだけど。さあ、こっちから来るね。さっき、これホップソナーしっかり置いといて。なんかスプラトゥーン3からあれになったんだよね。この、3択になったんだよね。草、水、炎。スプラトゥーンの2の時は2択だったんだよね。なんか2択の方が考えやすそうだよね。例えば、タケノコ派か、キノコ派か、みたいな。モス派か、マック派か、みたいな。だけど、3つって難しいよね。お、相手もう1人しかいねえじゃん。みんな3つなら何にする？もし自分が運営で選べるなら。なんだろうね。ちょっと攻めた任天堂。和田アキ子派か、黒柳哲派か、ミノモンタ派かね。そう、ちょっと攻めた任天堂。どう？これみんなちょっと攻めた任天堂。意外と私嫌いじゃないね、攻めた任天堂さんも。またそこもまた一挙みたいな感じあるよ。あ、私サポート行くね。さあ、しっかり私サポート行かせていただき、オッケー、いいね、ナイス。なんだろうね。次、白色のペンキとかやったもんね。アンミカフェスみたいな感じ。アンミカフェスね。白って200色あんねんみたいな。濃い白、淡い白、汚い白みたいな。やばい、これ、私インクで、インクないながらもしっかり、ごめん、マジそこ処理できなかったの申し訳ないな。よしきね、勝ちたいね、本当に勝ちたい。結構ランク上げてホラガイみたいにもらえるんだよね。そう、ホラガイが欲しくて、絶対勝ちたい。あとこれ勝った分だけ、この、炎チームに貢献できてもらえるんだよね。私3つ選ぶならね、ちょっと攻めたし、春天丼にする。ちょっと攻めたチャーシュー、ごめん、近づいちゃった。ちょっと攻めたシューならね、あれにしようかな。なんか、苗字にしようかな。あなたはどっち派？林派？小林派？大林派？そんなあなたは、大林派みたいな。え、どれにしよう？小林派か大林派なら私。え、悩む。林かな、まあ、正直どれでもいいね。林でも小林でも。いや、いいね。そういうフェス待ってますように。あ、いいね、これ。こんだけ散々喋っても、やっぱ最後の30秒大事だからね。どんだけ喋ってても最後の30秒で、全てが決まるからね。そこ上いる。さつき、これ近づいてくるね。さあ、しっかりやっていくよ。はい、しっかり1枚いる。こっからよ。こっから。いや、やばいな。これしっかり出ようか、前は、私。これ残り30秒絶対やられない。こっから私ガチモード入るね。さっきまでのはもう正直やられてもよかったっていう。やばいな、ホップソナーがたまっ、やばいな、これ私。だ、射程の長さを生かしていく。これホップソナーここら辺に、ここにいねえか。ここにいる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 。いや、これもらったんじゃない？モルトで駆動新一。さあ、あなたは和田貴子かミノモンタ黒柳徹子かどっちが好きではなく、どっちが嫌いになり、ごめんなさい、勝ったじゃん。いや、これは勝った。見づら、マジ。おー、でもテクテク歩いてるやついる。とっとこハム太郎ではなく、テクテク味方。いけ熱すぎ。ガチでこれはめっちゃね、勝ちたいんだよね。さあ、皆さん見て右上。5連勝できてるね、このチーム。みんな強くて。うーわ、これ相手も5連勝じゃん。これガチ勝ちたい。で、色彩サポート直してきたね。やっぱこの色いいよね。なんかザ・炎タイプって感じ。なんかリザードンみたいな、人影みたいな。いや、これラクト塗ってくれるから私前出ようか。頼むぜ。あの人に塗ってもらって、お次は前線出るわ。勝ちたいな、これ。なんかね、ちょっと前ポケモンがあったんだけど、なんかポケモンのね、アニメがすごい激アツらしくて、すごい激アツらしかったんだよね。なんか YouTube でも公開されてるんだよね、それ。なんか天才とかじゃなくて、その、おい、天才とかじゃなくて、アニメでやってたやつを YouTube の公式がやってんのかな。YouTube の公式じゃねえや。ポケモンの公式がやってんのかな。で、矢のチャージャー処理しときたいな、私。これ前出ようか。はい、このスライドチャーシューゲーニング。オッケー、うまい。これガチガチやね、相手も5連勝だから。なんかでも、任天堂さんのあれでさ、なんかアニメになってんの。やべ、見せてた。ポッ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 。ポケモンぐらいしかなくない？任天堂さんのアニメされてんの。まあ、動物、お前、ここしっかり塗ろうぜ。いや、この塗りが多分勝負に関わってくる。
これし、いやでもこれ後半でいいのかな、どうなのみんな、前半にやるべきじゃない、いやでもしっかり塗ってこう、この塗りが多分勝敗を大きく分けるから、しっかり塗って、いやまあこのやられは全然いい、このやられは全然良くて、さあそろそろ前出ようかな、いいいい塗り、さあ味方2人落ちしてるが、まあ全然いい全然いい、さあこっから行こうか、結構劣勢な感じになってるから、どうしようかな、これスペシャル貯めていくべき、ここでのデスは絶対いる、よし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 、ここでのデスは絶対良くない、残り1分30秒、いい時間帯まで来たね、なんかスプラトゥーンとかバトルありそうだけどね、なんかスプラトゥーン人気だからワンチャンアニメになってもなんかいいぐらいの人気じゃないね、なんかさポケモンで言うイケピカチュウみたいな感じで、イケマニコラみたいな、そういう武器を投げて戦うみたいな、武器を投げて武器を選んで戦うみたいな、そういう戦い方できそうだけど、いやチャージャーマジ邪魔くせ、やっべ、いやナイスナイスナイス、サル様倒した、私サルの献上後かな、サル様倒して、いやそっち飛んだのか、私ヌロ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 、いやバケツ来てる、いやこれ来てる、ナイスナイス、やばい、多分ありがとう、いやーこれマジ良くない、一回打つこう一回打つこう、これ貸したい、マジ貸したい、飛ぶなあずき飛ぶな、冷静になれ、詰めるなあずき、前へすごい突っ込みたくなるんだけど、それを抑えろ、もしくはイノシシ症候群を、やべえ、そこでのデスはマジでかい、残り30秒か、ナイスナイスナイス、インクね、インクね、あずき、やめねえ、これ抜かれたら絶対ダメ、ここで1デスはマジでかすぎる、いやー相打ち頼む、味方持ってってくれ、いやーきついか、塗れ塗ってくれ塗ってくれ塗ってくれ、飛ぶな飛ぶな、頼む最後の一応ラストボム、塗れ塗れ塗れ、どうお願いお願い、いや、きついな、さすがに。